ははいどうもこんにちは今回の動画なんですけど米津玄師のねライブ空想が始まるじゃないですか皆さんもうね今日って4月の2日ですよ4月2日4月の2日なんですけどもうえっ、ー、とね3週間切ってるんですよね21日4月21日22日神戸のライブから始まってツアーがるのを開始していくわけですからえっ、ー、と、えー、まあ楽しみじゃないですか。 もう一個、ね、絶対楽しみじゃないですか。で、楽しみなんですけど、それと同時に僕ね、あの YouTube コミュニティの機能の方で、この間みんなに投げかけをして質問して、どんな動画が見たいみたいな、どういうなんかネタで動画やっていきたいっていうのを聞いたんですよね。したら、その時に、まあ、ライブグッズについて話してほしいっていう意見が、ね、いくつかあったので、今回はライブグッズについて話そうと思います。で、はい、ライブグッズについてなんですけど、えー、ちょいくつか、ね、僕の予想 予想ベースで、これが出るっていうわけじゃないんだけど、予想ベースなんですけど、こういうのがあるんじゃないかなと思って、ちょっとね。 いくつか持ってきました、えー、なんで、ね、一つずねこれは絶対あるでしょう T シャツやパーカーこれは絶対あるでしょうパーカーパーカー分かんないけど T シャツは絶対あるでしょうでどんな場合でもさ T シャツは絶対あると思うから、まあ、これも楽しみだよねまあそのデザインどんなデザインが来るのかっていうのが非常に楽しみだしあと色とか素材、えー、まあ基本的にまあ割と着やすいでオーバーサイズ目の肩が落ちてるオフショルダーの T シャツなことが多い気がするんだけど米津玄師はまあそれだけじゃなくて なんかこういろんなデザイン T シャツとかさ、変身 T シャツとかはここにこうプリントがされているやつで,なんかでねその見る角度によって絵が変わるみたいなとか、ちょっとここだけ素材が違うとかあったじゃん。なんかそういうのでいろいろ楽しませてくれるんじゃないかなとか思います。どういうのが出るんでしょうね。で、次、バンダナやタオル。 まバンダナっていうイメージはないけど、まあ、ライブタオルみたいなね、そういうのは出るかなと思いますね。まあ、で実際、そのライブ会場でもさ、大体いいタオルとか出て、肩にかけたりとかさ、そうやって頭に乗せて日焼けにしてたりとかさ、ちょっと雨っぽくなってきたなって、傘が悪いとかさ、ちょっと汗拭いたりとか、濡れちゃったから拭こうとかそういうの使えるし、結構日常生活でもね、タオルとか使えるし、そこにあるかなと思って取りに行こうと思ったんだけど、ちょっと見たところなさそうだから、ちょっと持ってこないですけど、まあ、ライブのタオルとかね、そういうのあるんじゃないかなと。 いいう,うに思いますで次えー、っとねキーホルダーや缶バッジこれであるキーホルダーや缶バッジはまああるでしょう米津玄師って割るとまあこういうキックバックの時のさ CD に入れてくるステッカーとかさ M87 のこういうステッカーとかこステッカー結構好きなんだよね好きっていうかまあ結構 CD の特典でつけてくれるんだけど、まあ、こういうのとかもねなんかもう、えー、まあこれは特典だからさまあこれペラリ1枚だけとかだけどこのなんかこうもっと 何種類も作ってそれで物販販売とかあるかもしれないし缶バッジとかねえっとなんだっけ二面製缶バッジだっけちょっと名前間違ってたらの訂正してほしいんですけどコメント欄で訂正入れてくださいなんかそういうのもねあったよねえまあ返の時は缶バッジはないかな僕買ってない僕が買ってないってことはないと思うんだけどまあ適応版の時とかあったよねそういうのうまあ出たらね面白いんじゃないかなと思いますね で次がね、ステッカーやポストカード。まあ、ステッカーね、あの、まあ、もう本当、さっき言ったステッカー、こういうのとかね、まあ、なんか販売するんじゃないかなって、なんとなく予想はしてますね。まあ、こういうの出てもね、面白いかなと思うし、まあ、なんかこう、スマホのね、後ろに挟んだりとか、まあ、パソコンに貼ったりとかね、ちょっとここも見,見えるかなここにね、あの貼ってるんですけどあの、キックバックステッカーと M87 のステッカー、に貼ってますね。こういうのとかね、なんか使えたらね、面白いかなと思うんでね。 こういうのも出てし次がね、えー、っとね、ステッカーやポストカード、あ、違う違う、ポストカードだ、ポストカードとかね、出ても面白いかな、のその会,その会場ごとに違うとかでも面白いと思うし、まあ、でも僕、全部の会場のやつ欲しくなっちゃうから、会場ごとに違うって言われると厳しいから、まあ、何種類かあってね。 のまあ、MV のワンシーンとか MV のオフショットとか何でもいいけどそういうのとかあとはどんなのが、まあ、手も書き下ろしイラストとかさそういうのでポストカードとかあったら面白いよねなんかそういうのが、ね、あってもいいんじゃないかなって個人的には思いますみんなはどう思いますかで次えっ、ー、とライブの写真集やライブ DVD まあねライブ DVD はね今まで販売の実績はないんですよデズケン氏はあのレモンのね えー、一番最初はそうですねこの「レモンのザ・シングル」ね、こ,これにねなんか収録されている、えー、ライブ映像この時菅田将暉がライブに来てくれた時のやつでその音も入ってるんだけどそういうのとか、まあ、ストレイ・シーブとかまあ確かに入ってたねライブ映像石油版的なライブ映像とか、ね、そういうのを、まあ、ファンは待ち望んでますからライブ映像ねなんかそういうのをね販売するっていう形になってもまあいいんじゃないかなと思うんだけど本人があんまりねメディアとかこう媒体に出たがっていないからあまり少ないって言われてたんだけどね ただ最近は割と YouTube でも顔出しするしテレビとかにも出てくるし、まあ、割と昔よりはそのテレビ露出とかメディア露出とかその見えるところに自分で顔出しで出てくるみたいなところの抵抗は少、ね、なくなったんじゃないのかなと思うんでライブ DVD 発売してくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、どうでしょうかわかんないですけどね。で次、えーと 写真集、まあ、米津玄師写真集っていうイメージないんだよねどちらかというとイラスト集なんだけどなんかそういうのもねあったらいいんじゃないかなって思うんですけどんまあねそうだねあのこう雑誌とかの取材受けた時の写真とか結構かっこいいのが多いからさそういうので写真集にしたらね面白いのかもねまあ米津玄師のことだからただ写真集じゃなくてなんかこう仕掛けがあったりとかするんだろうけどまあそういうのも、ね、含めてねもし出たら楽しみかなって思いますね。 で次、えーっとね、マグカップやトートバッグ、まあ、コップとかタンブラーとかそういうのとか,なんかそういうのも出てたのも面白いかなと思うしトートバッグは割とあるよね、まあ、トートじゃないけどさ今ちょっと見えたから取ってくるけど、えー、っとこういうショッのライブでなんかよくあるのが1万円以上。 購入したた方にはもらえますみたいな感じでこういうショップはね今これ白いやつがあったけどあそこに青いやつもあるんだけどなんかそういうのとかね配ってますよねまあこういうこれはまあ,あの配ってるやつだけどなんかもっと商品化するためのトートバッグにもっとかっちりしたものとかさデザイン的なところでこうもっと練ってきてそれでえ発売みたいな感じでも面白いのかなと思います。で次がねえっと えーグッズセットだコロナのグッズをセットにしましたちょっとお得になりますとかそういうのでもいいんじゃないかなと思います、ね、正直前回の返信の時も思ったんだけどなんか返信の時はその割とアプリ使ってその見せるだけでよかったりしたんだけどお店の人もね「はいこれと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 ,これと」みたいないっぱい買う人は確認が大変だから全部セットになってますよみたいので売るみたいなのも面白いのかなっていうなんかそういうのは僕みたいなヘビーユーザーからしたらねしいのかなっていう結構全部買う人とかも いたりするだろうしね面白いのかなとそういうのがあってもいいんじゃないかなと個人的には思ったんで言いましたえー、とあとはそうですねえっ、ー、とねあといくつかあるんですよねちょっと待ってねえっ、ー、とあとね スリッパとかパジャマみたいなパジャマは確かセキオパの時にあったよねなんかそういうのがまたね発売あ璧なね白いやつだよねあれめっちゃ欲しかった白いやつだっけ白いやつとなんかそのなんか模様のやつもあったよねなんかそういうの欲しかったんだけどなんて聞かえなかったんだよねそのルームウェアみたいなやつねまた発売してくれないかなあとスリッパねスリッパってかサンダルうんとかまあちょ売ってたりするか過去にはあったりするけどまあこれ結構外で夏のシーズンとかね特に今回のツアーはツアー終わりが7月頭 とかか、ね、でそっから夏に入っていくからサンダルとかねあったらねいいなと思うんで発売してもらえないかなってな,なんとなく思いますね。でポーチやリュックサックリュックは定番だねリュックはねまあどこにでも使えるしね、うん、どんな時でも使えるし割とこうデザイン性もありながらその黒とか白を基調にしたようなのでこうねどういうシーンにもどういう服装にも合わせやすいのとかを作ってくれてるから過去にもねなんかそういうので。 あってもいいいじゃないかなかでポーチとかねちょっとお出かけするぐらいのポーチとかねまあ女性だったら化粧道具入れとか男性だったらモバイルバッテリー入れてガジェット入れとかにもできるしポーチとかいいんじゃないかなって思うんですよね、えー、で次がねまあまだもうちょっとあるんで聞いてくださいねクリアファイルやノートこれをねいいと思うんだよねノートなん僕あんま紙でメモ取ったりノート書いたりしないからまあ、まあんまり僕的には個人的に刺さらないんだけどこう紙でねペンでノートを書く人も結構いるしそういうの好きな人 米津玄師ファンってイラスト描いたりするしなんかそういう人はねその公式のグッズやノートでって言われると結構刺さ,さるんじゃないかなと思ってこういうのもいいかなってあとクリアファイルねその辺にねなかったかなあるわちょっと待って、えー、ここにあるんだけど、えー、とこれストレイシープの時の特典だったんだけどこのクリアファイルね Amazon で買った時の特典なんだけどこういうのとかねなんかこう何種類かセットにして発売とかそういうのもねいいかな面白いかなと思いますこれね全然もったいなくて使えてないんですよねこれ境変えられますから 共感できるって人たらぜひコメントで教えてくださいなんかこういうの使えないよね で、次がね、えっと、スマートフォンケースや iPhone ケース。もうこれスマホケース、うわー出してくれ <laughs>。なんか、一回ファンだとやりがちな、その、自分でイラストを用意して、その、それを送ると、そのイラストをプリッとした、その、スマホケースが作れるみたいな、そういうサービスもあったりするんだけど、なんかそういうのじゃなくて、公式でスマホ、まあこの動画を撮ってるのもね、僕のスマホなんだけど、スマホのケース、公式で出してくれたりすると、まあこれも面白いかなと思うし、欲しい、それがあったらもう、 買う僕はいやそういうのもねあったら嬉しいなーって思いますね。 で最後なんですけど、えー、僕今回話題に出すのは最後です。フィーアやぬいぐるみ。これ結構あるよね。えー、のー怪獣図鑑の時初、初版の時かな。なんか付録でついてくるとかさ、ぬいぐるみとか言ったらまあこういうのとかね、あのーまあこう。これはちょっとまだライブグッズじゃないんですけど、アディシエちゃんグランドとかね、こういうのもね、あったら面白いかなと思うんでね、なんかこういうのもね、作ってくれたらまあ、ね、いいなって思います、まあ。今日紹介した中だと、まあ、僕が何が一番欲しい、まあ、もちろんアパレル系とかはね、 洋服とか普段使いもできるから欲しいんですけど小物系で言ったらやっぱりスマホケースが一番の欲しいかななんかスマホってこう結構日常生活で使ってる時間が長いじゃんそういうところの中にそのライブで買ってきたグッズとかあるとさちょっと嬉しいかなと思うんで使いたいなって思うからスマホとかあったらいいなと思いますね。 えそうですねあとはまあ,まあ大体そんな感じなのかなっていう点数的にも何個紹介したかなまあ十何点15点ぐらい紹介したかななんかそういうこのぐらいなんじゃないかなって正直思うまあ特に T シャツとかパーカーはちょっとねお値段的に高かったり45000したりとかパーカーとかは1万円したりとかねするからまあその全部買うに対するとすごい額になっちゃうけどねなんかまあでも こんぐらいなのかなと思います他にもね、こんなのあるんじゃないかとかこういうの出たら面白いなみたいなのがあったらぜひ、えー、皆さんね、えー、コメント欄で教えてください僕もねいろいろ今後も、ね、予想しながらこういうのあったら面白いなこんないいなみたいなのを考えながらねライブまでの3週間弱過ごしていきたいと思いますね。ぜひ、ね、皆さんもね楽しんでいただけたらと思います僕もねグッズ予想こんな感じですいかがだったでしょうかね楽しんでいただけましたか良ければねいいねボタンとあとまだチャンネル チャンネル登録してないよって方見てたらチャンネル登録していただけて非常に嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、この動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。